山王加古遺跡三王馬古遺跡は宮城県栗原市で発見された縄文時代晩期から弥生時代中期の集落跡1971年9月9日、国の史跡に指定された。山王加古遺跡遺跡は、長間川の支流長崎川北岸の氾濫源で自然堤防上に立地している。1962年に明治大学が1965年に、 一葉様町が発掘調査を行った。発掘調査により、上部から、弥生時代中期、下部から、縄文時代晩期の遺物が多数出土した。弥生時代の魔性縄文を持つ、河原家、石器、愛口亀館などが、縄文時代晩期後半の土器、大穂らしい錦、色、大洞栄式、大洞栄式の層が検出された。中でも大穂らしい錦と、 大ホラ絵式の層からは、クルミとチクリなどの花火痴からなる、米炭層で、漆器や重骨などが多量に包含されていた。その他、土器が4000点、石属や石膚などの石器が1000点以上、土製耳飾りやペンダントなどが1000点以上、多数の土偶、土板、乱体漆器、骨格器、暗銀、木製品などが出土している。中でも暗銀は、本州初の発見。 漆器は、乱体漆器、串、腕は、耳飾り、紐状製品、沼貝の貝殻に漆を塗った貝器なども多数。本遺跡は、縄文時代晩期から、弥生時代中期にかけて地層からの足したような遺物が出土し、当時の生活を知る手がかりとして貴重である。遺跡の一部は、史跡公園になっており、復元された縦穴式住居や資料館がある。公園に隣接して、 あやめがあり、初夏には美しい花を咲かせる。多数の出土品が保管されている。ありがとうございます。